この動画は、現代魔女による、魔術によって幸せになりたい人のための動画です。最初に戻ろうか。何か質問ある人います？なければ僕とミツネコで適当な話します。はい、はい、忍者忍者はい、忍者、はい、こんばんは、よろしくお願いします、はい、ですね、私は毎日ゆっくり寝たいんですけど、うん、はい、どうしたらいいですか？今ゆっくり寝れないの、うん、で、大きく分けると2つあるのかなと思うんですけど、うん、こう陰と陽の振れ幅が大きい時、まず入眠が困難になるんですよ。あ、寝れない、嬉しい時と悲しい時、どっちもいくらことあっても寝れないし、はい、うん、次の日遠足でも寝れません、はい、あともう一個寝れないんですよ、朝5時とかになっても、うん、で体調が悪くなります。あ、はい、パワーがないので、うん、あともう一個お化けが怖くて寝れないんですよ。あ、調子いい時は感じないんですけど、別に霊感バリバリあるわけじゃないんですけど、うん、こう気配すると起きちゃったり、うん、あ、来たって思ってえいってやっと逃げるんですけど、疲れててやっちゃうとバチって金縛りかかったりで、それかかるのが恐怖で、でもそれでハッてやると意識もバッと覚醒しちゃうので、で結局そのまま。これいい質問だな、助けてください。ちょっと三つ猫から再生して、あの、俺からする、それともどうする？大丈夫です、多分俺が言う、三つ猫が言う、うんうん、まず女性だと絶対に、あ、女性だとというか女性が多いんですけど、あの、かなり感情の振れ幅っていうのはとても大きくなります。それはなぜかっていうと、女性の月のものがあるから、月にすごく影響されやすいっていうのが、もともと女性っていうのは陰の方、まあ、大きいから、陰っていうのは月の方なんです。月ってこう満ち潮とか満ち欠けによって、どん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 感情っていうのが振れ幅が大きくなるのは、もうこれはしょうがないことです。あの、生理痛とかも多分ひどい方なのかなと思う、今お話聞いてて思いました。で、本当にそれは仕方ない。あの、例えば痛かったりとかってすれば、薬を飲むのが一番いいって思うんだったら薬飲んだ方がいいし、落ち着けるって思うんだったらコーヒーでもなんかハーブティーでも何でもいいと思うので、とにかく自分が、あ、これだった、これやったら落ち着けるとか、まあ、音楽でも何でもいいんですけど、落ち着けるっていうのをこう、あの、取り入れるっていうのが一番いいと思います。で、ちょっと耳の時に言い忘れたんですけど、あの、すごい大事なことを言い忘れてたなと。あの、例えば、まあ、で、嫌いというか信じてないってことなんですけど、あの、私の場合だったら霊は大きな音が苦手なので、あの、そういうもう本当にピンチな時とかは、例えば大声を出したりとか手を叩いたりとか、とにかく大きな音を立てます。で、それでもいなくならない時は煙を立てます。煙っていうのは線香とか、まあ、タバコ吸われる方だったらタバコでもいいです、うん、とにかくこうに匂いで、あ、音か匂いで、いなくさせるっていうのはやってみるといいと思います、はい、はい、魔女からでした、ありがとうございます、はい、じゃあまず金縛りは、なんで起きるかっていうと、あれ、脳は起きてるけど肉体が起きてないから体が動かないっていう、これはちょっと科学の方の話、ね、なんでして不思議なものが見えるかなんだけど、まず目で映像を見てないってことを思い出してほしい。脳で見てるから、映像って、あの、脳で編集し何でもしたい放題なのね、にプラスして、あの、浅い眠りの時に目が覚めると体は起きた、あ、脳は起きた、でも肉体が起きてない。浅い眠りってレム睡眠って言います。目がガーって動いてる状態、ラピドアイムーブメントっていうんですけど、なんで目がガーってなるかっていうと、まあ、すごい高速で目が動くのね。なんでかっていうと、あの、昨日起きたことを前頭葉から海馬っていう記憶を整理しているところに、この記憶長期記憶にしようかな、短期記憶にしようかなみたいなファイリングしてる時間なんですよ。30分ぐらい眠り、ね、寝入りの30分ぐらいで、寝入りの30分ぐらいそのレムをやって脳の整理して、その後1時間ぐらいノンレム睡眠、それが深い睡眠、あ、睡眠ね。だ、その睡眠を取ると気持ちいいんだけど、レムの時に起きちゃうと、まず体は起きてないのに脳が覚醒したから、目が高速で動いてるから、まず物見えるはずがないの。で、脳は起きてるから
体動かないと思ってるけど体にまだ命令がいってないから動くわけがないのが実は金縛りのトリックで、悩み事があったりして眠りが浅かったりするとよくなりやすいのはなぜかっていうと、そのレムの時起きちゃうから、その時金縛りになっちゃいます。科学の方で説明すると金縛りってそういうもので、あとその霊はいるかいないかは置いといて、僕はもういない立場の、その幽霊というのはいない立場、霊はあると思うけどスピリットはあるけど、見えない力がいっぱい存在してるし、だってね、音もそう、電波もそうでしょ、うん、そういうのはあるわけ、あるんだけど、その呪って首絞めてくるような幽霊、お化けって言った方がいいかな、俺の概念だとは、俺は存在しないと思っていて、まあ言い切っちゃうと水根これも悪いんだけどまあ絶対いないと、まあ心理学的な観点で言うといない。そして実はいちいち言ってないんだけど、僕すごい実は幻覚見えてる人なんですよ、常々。車の中大体人乗ってなくても人見えてます。でもそれは僕の脳の中で映ってる映像であって現実の世界ではないんだ。脳に映ってるのって1000分の1秒後の編集された世界なんで、過去なんです、過去なんです。だから見たいと思えば見えちゃうっていうのが脳の仕組みね。だから幽霊はいないと決めちゃえばもう絶対にいないし、いると思った人には絶対に見えます。で、まあラポールっていう概念を使って、例えば空間を支配してる人間っていうんです、この中で。今日だ と、オーナーの堀さんとか、こうやって前に立って喋ってる僕らになるんですけど、例えばこの中の誰かが突然立ってうわーって言って外に逃げてった時に、僕らが「え、何なんかあったの？」ってゆっくりして、皆さん何にもびっくりしないんですけど、僕とか水根子とか堀さんがうわーって走ってたら、みんなわけわかんないついてくるみたいな。それは支配者の行動に影響されるってことなんですけど、なんで僕らのことを好きな人たちに霊を見せることって可能です。脳の中の映像って過去だから、そこに小学生の幽霊がいるっていうと、大体今白いシャツ着て黒い髪でランドセルしょってる女の子を想像する人結構いると思うんですけど、そうやって、まあ、今別に送り込んでないんですけど、そういうことって可能なんですよ。だからエセの霊能者がやってるってそういうことだと思ってほしい。心理学の技術なんです。なんで、楽になる方法であれば、俺は多様だからどっちでもいいと思ってて、音を出すとか、何お交代で寝るとか、はいはい、でもいいし、幽霊はいないって決めて21時間過ごしても幽霊いない生活を送ってもいいしどっちでもいいと思う、楽になるのであれば。で、睡眠は1時間半とれば基本的に人間は大丈夫なんで、レムとノンレムは取ってほしい。その1日の情報の整理をしなきゃいけなくて、脳を休ませなきゃいけないから、できれば3時間、4時間半眠れれば最高で、6時間寝ればもう全部 OK で、それ以上は無駄です腰痛くなるだけだからただ布団に入ってるのが好きでたまんない場合はそれはあり。それだってもう趣味だからジョイのため、ジョイフルのためになってるわけです。それはありで、僕そのパターンで寝ることはあるけど、基本的な睡眠僕4時間半です、いくら取っても。3時間寝ればいいやと思ってます。僕忙しいんで、結構そんなに寝てる暇なくてこれからも、明日もすげえ締め切りとかいろいろいっぱいあるんででもね、3時間寝ればいいっていうことを確信していれば、僕の脳はその中で2回のレモンを通って完全に休むので、僕はすっぱりと起きます。なんか信じることをやればいいんですよ。例えば死を持ることが信じてるんであれば、死を持ってればそれは効果があると思うし、あと、まあ、昔から言われてるのは、その死を例えば撒いたり、米を撒いたりとかって玄関先ですると、悪霊っていうのはその一粒一粒を数えないと中に入れないから撒くといいとかってヨーロッパではよく言われてます。でもそれも信じると効果あるわけ、うん、だって霊はこれで来ないって思って寝ると、うん、映像は脳で見てるわけだから、はい、霊が来ない状態をずっと見るわけね、うん、音も聞かないし。あとはお守りとかも、多分私は刀っていうか刃物を枕元に置いて寝てたりもしました、本当に小さい時。はい、僕今ちなみにほとんど13機ぐらいリラックマが僕の周りで子供が置いてるやつですけど、起きると身動き取れないの、ずーっとぬいぐるみすげーあるんですよリラックマなくて寝れますか？え、いや寝れ、どこでも寝れます。あ、そっか、ないです。それ子供が勝手にこう
僕をこう本当動けないようにこうこうすり詰めみたいにしてる壁ぬいぐるみ13個ぐらいまあまあ全部関係ないですけど、はい、はい、他に質問、はい、何かじゃあ手前の